中口トーマ、監督は尾崎高明さんです。第3試合の TO は坂本則次さん、ジャッジは小畑陽子さん、草野康彦さん、アンパイアは杉浦俊也さん、内田太さん、リザーブアンパイアは近藤聡さんです。により前半戦が開始されました。Yeah.
選手の交代をお知らせします。八頭高校14番平木壮太選手に代わり11番山下正樹選手が入りました。選手の交代をお知らせします。沼宮内高校4番大井口隆明選手に代わり13番三浦亮選手が入りました。Thank you.
選手の交代をお知らせします。沼区内高校6番大村春人選手に代わり7番大下博人選手が入りました。選手の交代をお知らせします。沼区内高校13番三浦亮選手に代わり4番及口孝明選手が入りました。矢津高校6番小林凱陽選手に代わり14番平木壮太選手が入りました。選手の交代をお知らせします。矢津高校11番山下正樹選手に代わり9番道畑亮選手が入りました。
けない。Yeah.
手の交代をお知らせします。矢津高校15番中口東真選手に代わり、6番小林凱央選手が入りました。選手の交代をお知らせします。沼倉内高校4番及口孝明選手に代わり、13番三浦亮選手が入りました。
9番畑亮選手に代わり、11番山下正樹選手が入りました。交代をお知らせします。ヤズ高校10番長石拓選手に代わり、15番長口斗真選手が入りました。Oh!
山梨学院大学附属高校と愛知産業大学高校の試合は4対0で山梨学院大学附属高校がリードしています。前半が終了しました。1対0で沼区内高校がリードしています。